久しぶりの湾岸を走っていきます。四日市方面、四日市ではありませんが、今日はですね、ね、いい天気であります。いや、相変わらずドキドキすんな、高速は。もうね、本当高速怖いんですよ。いやー怖い。風がないのになんでこんなに風があるんだろう。心臓バクバクです。はい、皆さんこんにちは、アンクルです。今日はですね、冬場の高速乗っております。そしてですね、今日の目的地は、いつものこの年末に関してですね、いつも行くところといえばもう海で、常滑ですね。12月の頭には必ず行くという常滑。今日も焼き物の散歩道をですね、焼き物散歩と題して、行ってみたいと思っております。なぜ高速を使うかと言いますとですね、常滑行くときに下道で行くとですね、もうどれだけクラッチを握らないといけないかっていうのがあって、数百回握らないといけないので、もう左手がね、指が痛くてとてもじゃないけども、そんな行ってられないやということで、高速でキュイーンと行ってですね、近くまで行ってのこのこ行こうかなと思っております。そうしないとね、DCT じゃないのでクラッチがもう大変ですからね、ちょっと楽をしようと思って今日は高速を乗っております。風はほぼほぼ1メーターとかね、そんな感じなんですよ。でもね、高速に乗ればそういうわけにいかなくて、10メーター以上高いですからね。10メーターとか15メーター、20メーターぐらい高いところ、走っておりますので、当然風がなくても正面からね、バンバン来るということなのでね、細心の注意を払いながら速攻してみたいと思っております。ひょえー、これでね、風があるとか言ったら皆さんにお叱り受けそうな感じですけれどもね、私はどうも風が嫌いで、ガンガン通る風ね、こうトラック群の間をこう行くのもあんま好きじゃないし、いやー、それにしてもええ天気や。こっちはフォローの風ですね。フォローの風だから全然、どうってことはないね。帰りはアゲンストか。常滑、左の方です。ここから分岐いたします。ちょっとね、行ってみたいね。空港ね、若干行ってみたいお店が
あってですね、そこのところに少し興味がありまして、何があるかと言いますと、メガネ屋さんがあってですね、空港に、ちょっと変わったね、メガネ屋さんがあるという話を聞いて、ただまだ行ったことはないんですけれどもね、メガネのね、こうフレームですね、フレームの特殊なフレームを、作って売っているというのは、空港にお店があってですね、そこでしかね、やってないんですね、この近くはね。なので若干興味があります。はい、で530円、どこなめどこなめ、これどう見てもトトロだね、これは。勝負ごと必勝ね。無病息災、スーパーマンやった、これは。トコニャン、でかい顔。でもね、トコニャンはね、後ろから見ると最悪なんですよね。トコニャン、ほら、後ろから見ると真っ平ら。なんか穴、写真がないぞ。ここに貼ってあった写真が撮られてる。あら、昭和の街の。昭和の名残がなくなってしまっている。で、いつも自転車はここにあったんだ。
ずっとあるんだこれ。炙りたらことシーチキンマヨの今日は2個でいきます。はい、お幸せに。これ見えるかな、飛行機飛んでます。飛びます飛びます。では恒例の、常滑ツーリングから帰りましょう。通行可です。ああ今日は気持ちいいな。天気がようござんす。はい、帰りもねしっかり高速で帰ります。おお、めちゃんこ気持ちいいぞ。今度 GB で来ようかな。はい、 GB の時はね、いろいろな細かいと、おお細かいところを走って、またパシャパシャ撮っていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、毎年恒例の常滑ツアーね、焼き物の町のお散歩でした。毎年ね東兵八さんへ行ってですね、来年の干支の置物をちょこっとちっちゃいやつを買うというのを恒例にしておりますが、まあ、あそこの東兵八のね、おかみさんというのかなっていうのか、東照さんというのか、今日もねなかなかね、生かしたスタイルで、来られましてね、ちょっと唖然としたんですけれども、ね、今日めっちゃかっこよかったですね。まんであのイケイケみたいな感じのスタイルで、革ジャンのねロングコートなんか着ておりましてね、めちゃめちゃかっこよかったですね。また次回ね、少しお話をしてみたいなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ではバイバイ、イエイ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 です。